渡辺明名人、清、王将イコール三十七が初防衛を果たした。二十八日午前九時からの二日制で、行われていた将棋の、第七十九期名人戦七番勝負第五局、神奈川県箱根町、ホテル化月園は二十九日午後六時三十七分。九十四手までで、5手の渡辺が、挑戦者の斉藤慎太郎八段、二十八。 を下した。これで対戦成績を4勝1敗として名人を防衛し、起用、王将の3冠を堅持した。昨年、当時の都島正幸名人から渡辺はタイトルをダッシュし、36歳で初めて名人となった。今年1月4日、 初仕事となった都内のスタジオでの将棋番組収録の際、世間的に先が見えない2021年のスタートとなった、長期的なビジョンというより、目の前のことをこなすとの年頭書簡を述べた、コロナ禍で正月はどこにも出かけず、準備を進めてきた、1月10日から始まった第70期、 王将戦七番勝負は、長瀬拓也王座、二十八、に四勝二敗。二月六日から王将戦と、掛け持ちした第四十六期起用戦五番勝負も、糸谷哲郎八段、三十二、に三勝一敗と。それぞれ三月中に挑戦を退りけた。四月から始まった名人戦も、第一局こそ。 自らの失着で消極を不意にしてしまったが、第二曲から厳しい勝負をしっかり者にした。念頭、三つのうち、いくつ守れるか、全部守れれば大成功と話していたが、最高の結果となった。来月からは、第九十二期ヒューリック杯規制戦五番勝負で、 藤井聡太二冠、18に挑戦する。前期とは、立場が入れ替わってのリベンジ戦となる。6日には、千葉県木更津市、竜宮城スパホテル三和月で、第一局が行われる。三冠防衛の余勢を借り、初の四冠目指して、史上最年少タイトル獲得者との頂上を対決だ。 渡辺明名人が初防衛6月6日からは、藤井聡太棋聖とリベンジマッチ渡辺明名人、棋王、王将イコール37が初防衛を果たした。28日午前9時からの2日制で行われた。将棋の第79期名人戦七番勝負第5局、神奈川県箱根町、ホテル加月園は29日午後6時37分。 94手で、後手渡辺が、挑戦者の斎藤慎太郎八段、28、を下した。初戦は落としたが、その後4連勝で防衛した。大変な将棋が多かった。結果を出せて、嬉しく思います。タイトル獲得を、計29期とした渡辺は前期、当時の豊島正幸に挑戦し、 36歳で初の名人を獲得した。今年1月4日。初仕事となった都内のスタジオでの将棋番組収録の際。世間的に先が見えないスタートとなった。長期的なビジョンというより、目の前のことをこなす。三つのうち、いくつ守れるか。全部守れれば、 大成功と、話していた。1月10日から始まった、王将戦は、長瀬拓也王座、28、に4勝2敗。2月6日からの起用戦も、糸谷哲郎8段、32、に3勝1敗。名人も合わせて3冠を堅持した。6月6日には、第92期。 ヒューリックハイ規制戦五番勝負第一局、千葉県木更津市、竜宮城スパホテル三日月が始まる。前期と立場を入れ替え。藤井聡太規制、O イコール18に挑戦する。防衛戦が終わったら休みたいと思っていた。挑戦は嬉しいご算。休むなんて言わず。もう一ヶ月頑張りたい。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。